裸足の弦描写過激小中に閲覧制限同制というのがあるんです。これどういうことかというと、あの有名な裸足の弦、中澤啓治さんがお書きになりました漫画ですよね、島根県松江市の教育委員会がこの裸足の弦を市内の小中学校の図書室で子どもが自由に読むことができなくするよう学校側に、まあ、教育委員会がですよ、求めていたことが分かって波紋を呼んでます。これ怪しいね、この島根県松江市の教育委員会そのものが、かなり怪しいね。ご存知の通り、裸足の弦というのはですね、まあ、去年12月に亡くなられました被爆者で漫画家の中澤啓治さんが、原爆の被害を受けた広島で力強く生きていく少年の姿を描いた作品です、はい。市の教育委員会、この2月に開いた小学校中学校の校長会で、校長先生の会ですね、すべての学校に対し子どもが図書室などで自由に読むことをできなくさせる陛下、もう図書の棚をですね、まあ、閉じちゃうみたいな、そういう意味ですね、の措置を取るよう口頭で要請していたということなんですね。じゃあなんでか、理由、教育委員会は漫画の中に人の首を切る場面や女性が乱暴される場面など一部に過激な描写があるためとしております。で、一方ですね、裸足の弦の作者であるその中澤さんの奥様の美佐代さん、がですね、こう言いました。教育委員会が裸足の弦を自由に読めないようにしているという話はこれまで聞いたことがない、驚いてると。で、裸足の弦は子どもたちが読めるように描写も抑えている、それでも一部の描写が過激だということだが、戦争や原爆の被害は決して綺麗事ではないし、子どもたちに本当のことを知らせなければ戦争の悲惨性や平和の尊さについてきちんと伝えられない、というふうに言ってる。だから、裸足の弦を子どもたちが自由に読めるようにしてほしいと、奥様話してる。最低やね、この教育委員会は、こいつらは、言うて聞かさなあかんねこれ、この漫画の中に人の首を切る場面、女性が乱暴される場面、そういう戦争 の、あの記録です、これは、ステリオ監督、これほら、参院放送、おいいじゃんちょうど、もう言って監督だから、これ名指しで言うよ、こういうね、歴史の事実をね、ちゃんと見せることによって、この裸足の弦っていう漫画は長年みんなに松子がちっちゃい時からもね、読まれてきたんだよ。私ね、結構ね、人格を形成した一つになってるよ、裸足の弦って。ああ、そういうことや。すごい影響を受けたよ。そうやね。悪い影響は一切ないよ。ないよ、別に。裸足の弦の中にはオカマは出てこないでしょ、でも。まあだから、あれによってオカマになったってわけではないわよ。そういう形成ではない。関係ない。だから、悪くない。オカマになったのは裸足の弦のせいじゃない。裸足の弦と、オカマとの関係性はない。ない。ない。だからもう、問題ない。いや、だからって言うとね。いや、みんなオカマになったら大変じゃない。まあまあ、弦を見たらね。何が問題なんだって話よ、だから。だから、ほんまに、みんなね、これで情緒というかね、人間の一番肝心なものを裸足の弦から読み取ってきた、みんな人生持ってるわけですよ、こんな今頃になってね、この松江市の教育委員会って誰が言い出したのか、これ誰かね、多分一人当たりが言い出したのよ。クレームが入った場合もあるから、興味、まあそういう、まあね、こう社会受け化してると、当然こういう、まあ自分の国の過去の軍隊の、やったことをこんな漫画で見せるなっつって。なんかお前原点に立ち戻ろうぜとかお前言ってんのによみたいな、そういうふうに言い出す奴らが何人かいるんですよ、これはほんま訓録入れまくらんなあかんなこれ、ダメだねこの教育委員会。これさ、要はだから人の首を切る場面描写、女性が乱暴される描写ってことは、裸足の弦を読んだがために、残忍な殺人をするとか、女性を乱暴する可能性があるって言いたいわけ、これ。言いたいねね、こいつらアホやから。まあなんか、取ってつけたような感じね、これね。そうね。これが真意じゃないよね。真意じゃないわね。まあこの。わねって言った、今監督。あれ真意じゃないわねって言った。じゃないわね。まさか影響。あんた影響受けちゃってる、監督。なんで俺いつもないわねって言うよ。オカマの弦？オカマの弦。やかましいな、お前は。お前、だっとけよ！だっとけよ！すいません、ちょっと今出ちゃってごめんなさい。すいません。
お前は。しかもあの、カズよ。お前、だっとけ、お前。いや、失礼しました。失礼しました。ね、カズ子。いやいや、ちょっと、なんだよ、このコンビ。いや、あるわよ、ほんま。いやいや、ほんと。いや、いや、だからやな。こそ、今、マツコ言うたように、そういうことが、なんか犯罪につながるとか、そんなものはね、名目であってね、うん、実はそういうふうに、流すその、教育、戦後教育、はい、まあ漫画もこの教育の一環だ、教育手として、新しいその歴史、を見直す、まあ、会も、興味いっぱいあります。はい、その中からこれ出てきてる、この悪しき風潮ですね、これは。間違いない。松江市教育委員会、こうも言ってますね。平和への願いなど作品に込められた趣旨は高く評価してると。いや、これはもう、これ口実ですね。で、教員が指導して平和学習の教材として使うことは問題ないが、過激な描写が含まれており、子供が自由に読むことについては疑問がある。いや、もう全然この言い方、バラバラの言い方やね。だから何の問題もないっていうに言えばいいわけよ。子供が自由に読むことでいいわけですよ。何の問題もないよ。過激な描写があってもうわ嫌だわねっていう嫌だなっていうことを覚えて人間っていうのは育っていくんだよ、はい、こんなことしたらあかんねえでって先生もそれで教えるんだよ、うん、こうなんだってそれで先生も紐解いて説明できるわけですよ。で、子供たちはやっとそのここに書かれてる、漫画の一コマの意味を知るわけです、はい、だから教育材料としては全然もう評価されて当たり前のこと、うん、そんなこんな委員会の言い方自身がもうバラバラだこれ、うん、ボトムキお前言いに行ってこいそれよお前。いやこれほんおかまの件とかガタガタ言ってないでお前は。いやいや何を言ってんだこれは本当に有識問題ですよこれは。何を言ったんだ、もうちょっとほら言ってみなさいよもうちょっと言ってみなさいよ、うん、いやだからこの松江のこの教育委員会にね、うん、いやそのほらクレームをつけた人はまあいるでしょう。ただ、うん、こういう時代だとクレームつけたのかどうか知らんよ、まあ、それ絶対委員会のやつらが言い出したのかもわからんね。もうちょっと言ってみなさいよ。言えよもうちょっと、うん、この件に関しては本当怒ってますよあそう、珍しいわね。これ禁断のラジオが一番怒ってる。ふざけんなと、うん、松江松江って言うとやばいな。松江の人に、松江の人じゃないよ。松江の人はいい人だけど、この教育委員会の一部のね、この判断したやつ、出てこいと。じゃあ教育委員会の皆さん、ことぶきに反論してください。うんね、ちょっと。まあ、あんたちょっと下手俺、下手か。ちょっと大丈夫。監督ね、うなぎパイ相当お気に入りよかった。俺、それだけがほっとしてる。ほんとよかったよ。本当に、うなぎパイよかった。いや、うなぎパイ、夜のお菓子を食べながらさ、はだしのげんのね、ことを言うのもちょっとさ、何かと思う。いいじゃん。思うんだけども、まあね、その小中高生に閲覧制限を要請をするとかね、描写が過激だからとかね、そういうこのこと言うこと自体が、もう、ものすごく変態行為です。うなぎの原よ。うなぎ、ちょっと待ってよ。ド変態です。ちょっと、うなぎの原、ド変態ってやばいですってイメージが。うなぎの原ってお前。いやいや、マツコちゃんが今。どんなんやねん、お前。想像して。うなぎの原ってこういうことでしょ？股関節から。股関から今、太いものがもうこう。ちょ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 。お会いしたいわ、原さん。いや、原さんってそういうんじゃないのよ。ちょっと違うの？裸足の原が一人歩きしてるんだよ。あ、そうそうそう。それはダメよ。裸足で一人歩きしてる。うなぎの原さんっていうのに会いたいなって言うてるわけ。そうよ。そんな原さんとこの人は下半身が立派なゲンさんみたいな言い方したから、お前が全部言うてんだよいやいや一応フォロー出ていけよ、ほんだから。